1636年、秦は12万の大軍で朝鮮に侵攻。朝鮮王は1万3000人の家臣と兵を連れて籠城を余儀なくされた。세자를보내라고하침은없을것이라하였사옵니다지금하침을하지않으냐세자저하를오랑캐에게바치라는자들이과연누구의신하이옵니까対立する二人の家臣。성안팎의군사들에게결전의의지를보이셔야합니다정녕나라와백성을위한일이겠습니까목숨을구걸하자는것이요종사의앞날이두려운것입니다알았으니屈辱の降伏か死を覚悟して戦うか병기는전화를앞세우고적의아가리속으로들어가려는자유입니다적의아가리속에도분명삶의길은있을것이옵니다이미추위와굶주림에기력을잃어가고있어옵니다격소를성밖으로보낼수있겠는가승산이있는사업이옵니다다시말길을열수있겠는가신이삼전도로와다른방도를알아보겠나이다두사람의대기왕의결단その時彼らは天命を知る。てめえ攻撃を今中止しろ。天命の城。